関営幌内鉄道関営幌内鉄道は北海道にかつて存在した関営の鉄道事業者。北海道開拓史の運営。後の手宮線、函館本線南小樽駅岩見沢駅間、幌内線などを建設した。1869年、発足したばかりの明治政府は北海道の資源開発のため北海道開拓史という館長を設置し、北海道の開拓。 経営に乗り出した。開拓市では、アメリカ人技師ホーレスケプロンを招いて資源調査を行い、ホロナイガー上流の丹田が埋蔵量が多く有望であると判明した。そこで、改めてアメリカ人技師ベンジャミン・スミス・ライマンを招いて、丹田の開発計画を立案させることとなった。ケプロンは、ホロナイムローラン間に鉄道を敷設し、 室蘭港からの石炭積み出しを計画したが、大満は、掘らない掘食いふと島に鉄道を敷設し、そこから石狩川を利用した川船により小樽港へ運び、そこで元船に積み替える計画とした。開拓市では、大満の計画の方が経費がかからないことから、1878年3月に、この計画を承認し、翌年アメリカから鉄道技師、 ジョセフ・ユーリー・クロフォードを招いて、ホロナイ・ホロムイ・フトシ間の測量を開始した。しかし、ホロムイ・フトシ付近は、ヤチと呼ばれる湿地が多く、積み替え設備の設置や、駅府の居住に適さない上、石狩川は、陶器の欠表により、周運を利用できるのは、年150日程度しかないことが判明し、クロフォードは再び計画を変更し、ホロナイ・フトシから小樽に鉄道を延長し、 小樽港から石炭を積み出すよう提案した。これにより、年間を通じて鉄道による安定輸送が可能となり、桟橋の上に線路を付設すれば、貨車から直接船積みができ、川船への積み替えの手間や、その際の石炭の減網も防げることから、開拓長官、黒田清高はこれを承認することとした。北海道鉄道開通起点建設工事は、 1880年1月、小樽市内の若竹第3水道から着工された。同年10月24日には、テミヤバ橋クマウス第4水道館で、蒸気機関車、弁慶号による試運転を行い、同年11月28日には、テミヤ札幌館の22マイル25チェーンが開通した。先行して開業した、京浜間鉄道や阪神間鉄道などが、 イギリス様式で建設されたのに対し、本鉄道はアメリカ様式で建設された。建設経費の節約やアメリカの流儀から行けば、この鉄道は 914mm 期間で建設されたであろうが、将来、敷設されるであろう。他の鉄道との接続を考慮した黒田の方針により、本州の鉄道と同じ 1067mm 期間が採用された。 結果的にこの判断は、後に、青函連絡線による、車両構想や、青函トンネルを利用した本州、北海道間の直通運転の実現にこう奏うす、こととなる。レールは1 5ラムの連鉄製、枕木の本数は少なく、道床も薄かった。テミに、機関庫と工場が設けられたが、小樽駅や札幌駅は仮駅で、途中の朝座と、ガルガワ、 ことにの各駅は、フラグストップステーションというアメリカ式の駅であった。開業にあたっては、アメリカの HK ポーター社から蒸気機関車2両、ハーランホリングスワース社から2軸、ボギー客車8両が輸入された。蒸気機関車は、1、2と不満されたほか、ヨシツネ、弁慶と命名された。いずれも、アメリカの西部開拓機を思わせるようなスタイルの車両である。 1881年8月、明治天皇の北海道巡行があり、これらの車両を使用して、小樽札幌間で北海道発のお召し列車が運転された。天皇のご乗用としては、最上級の客車であった開拓死号が使用され、吉常が給料編成の列車を牽引した。1882年2月8日をもって開拓死は廃止され、鉄道と炭鉱は、 公部省の所管となった。同年6月25日には札幌江別館が仮開業し、11月13日には手宮幌内館が全通した。翌1883年9月17日には手宮幌内館鉄道の開業式が札幌で開催され、皇族や陸軍協のほか、鉄道局長、井上勝も列席している。 この日は市民の鉄道への理解を深めるため、終日無料で開放されたという、ホロ内鉄道の経営は決して順調ではなかった。1880年から1885年までの6年度のうち収益のあったのはわずか2年度のみで、札幌ホロ内間開業後の営業係数は200近いという有様さまであった。これには石炭の輸送は無賃であったというのが大きく、 影響している。1886年1月26日、鉄道と炭鉱は、工部省から北海道庁に移管された。北海道庁は開拓市や工部省のような、潤沢な予算を持たなかったため、翌1887年4月、住港鉄道事務所を廃止して、炭鉱と鉄道を分離し、北海道鉄道事務所とした。 それに伴い事務所を札幌からテミに移している。同年12月、4月まで、住港鉄道事務所長の職にあった村田つつみから、幌内鉄道の運営を請け負い、未成線となっていた、育春別線を開業させたいとの出願があった。村田は、黒田の副審の一人である。これは、欠損続きの幌内鉄道を村田に引き受けさせようとしたのか 村田が自ら出願したのかは不明であるが、北海道庁長官の上申書には石炭の販路が拡大したため、幌内の石炭だけでは足りなくなったので、未成線の育春別線を建設して、育春別炭鉱を開発したいのだが、鉄道の欠損によりその費用を出すのは不可能である。しかし、これを民間に受け負わせれば、事務も、 簡素化されて収支は償い、賃貸料を有益な事業に活用できる。胸が記されている。1888年3月、北海道庁は村田の出願を認可し、村田は北勇者という団体を設立して、幌ロナイ鉄道の運営を請け負うこととなった。請け負い期間は、1888年4月1日から15年間とされ、年間の借料は5000円とされた。 北勇者は設備の保守料を負担し、運賃や運転回数は北海道庁の定めた運行規定によることとした。これにより業績は回復し、1888年度の営業係数は70程度となった。ホロ内太市育春別館は、1886年5月に着工していたものの、石炭価格の低下により工事は中断されていたが、村田は、 受け負い直後の1888年5月に工事を再開し、同年12月10日に開業させた。同線は建設費を節約したため、起伏の多い急勾配の開催する線形となった。1889年12月11日、北勇者が私鉄の北海道炭鉱鉄道に事業上とし、関営掘内鉄道は消滅。手宮掘内館を呼び、 幌内太市ふとし間鉄道路線は、北海道対抗鉄道に移管され、同社の幌内線となった。北海道単行鉄道に移管された時点のものを表記する。ありがとうございます。